はい、どうもこんにちは、渡辺です。最近ですね、ハイエンドのイヤホンもたくさん出てきまして、まあ、この完全ワイヤレスイヤホンどれ買おうかなと、迷ってる人も非常に多いと思います。で、今日レビューしていくのはですね、もうとにかく価格が安い。これまで紹介してきた中で最も販売価格が安いと言ってもいいんじゃないでしょうかっていうレベルの完全ワイヤレスイヤホンのレビューになります。今回レビューしていくのがこちら、リアルミーバッツ Q というイヤホンになっています。このリアルミーっていうね、ブランドに関してはですね、これまで取り扱ったことはなかったんですけども、まあ、ここ最近ですね、日本に参入してきて、どんどん知名度を伸ばしてきていて、このスマートフォンとかイヤホンとかスマートウォッチとか、まあ、そういったガジェットを展開しているブランドになってます。リアルミーですね。まあ、特にこのコストパフォーマンスが高い製品が多いということで、徐々にこの人気が高まっているという状態です。で、今回リアルミーバッツ Q、こちら完全ワイヤレスのイヤホンなんですが、こちら Amazon とか楽天とかで購入できるんですけども、約3000円です。めちゃめちゃ安いというところで、そこまで価格が抑えられてるイヤホンって実際どうなのっていうところもちょっと気になるので、今回はこちらをレビューしていきたいと思います。それでは早速いきましょう。はい、ではリアルミーバッツ Q 開けてみたいと思います。こちら今回レビュー用に製品の方送りいただきました。この黄色いね、外箱がちょっと可愛いですよね。はい、開けますと、中身はこんな感じで入っております。非常にこれケースがねコンパクトですね。よっ、あーマジで小さいわ。はい、このぐらいのサイズ感ですね。ちょっとペリペリを取っちゃいましょう。はい、ケースのサイズ感としてはこのぐらいです。まあ、非常に小さいです。まあ、手のひらに余裕で収まるぐらいのサイズ感ですね。開けましょう。イヤホンがこちらですね。本体、イヤホン本体もめちゃくちゃ小さいし軽いですね。外観まずこちらになってます。まあ、今回すごくシンプルなこれブラックのイヤホンになっていて、まあ、すごくコンパクトなね、イヤホンになってます。まあ、小さいです、イヤホン自体が。で、まあ、シンプルなこれブラックのカラーで、両方にこれリアルミーの R のロゴが入ってますね。両方ともタッチセンサーになっています。で、ケースにしまうときはこんな感じになってます。まあ、すごくシンプルですね。パタッと閉じれますよと。あと付属品にまずこちらですね。あ、マイクロ USB なんですね。かなり珍しいな。これはちょっとね、珍しいな。充電用のケーブルがマイクロでした。はい。一応黄色いね、ケーブルになってます。はい。あ、充電もですね、このケーブルを使うって感じになりますね。マイクロです。あとこちらシリコンのイヤピースが2つ付いてます。もともと装着しているものと合わせて3つですね、付いています。はい。じゃあちょっとね、装着してみましょうか。はい。装着。しましたよ。どうです、見えますか、これ正面から見て。外側から見てのイヤホンを装着している感っていうのはかなり薄いんじゃないかなと思います。で、フィット感はかなりキュッとね入り込む感じで自然ですね。外観としてはこんな感じになってますね。イヤホン、これ正面から見ても全然目立たないですね。このコンパクトなイヤホンっていうところがメリットかもしれません。はい、じゃあ開封終わったのでしばらくこれ使ってみてですね、実際どんな感じで使えるのか最後にチェックしてみたいと思います。ではしばらくこれで使ってみます。はい、ということでしばらく使ってみました。こちらのリアルミーバッツ Q ですね、実力はどうなんでしょうか。ちょっと正直に感想ですね、お話ししていきます。まずですね、こちらのイヤホンに関しては、ノイキャンと外音取り込みっていう機能は入ってないです。なのでノイキャン外音取り込みっていうレビューはもうないですというところ。じゃあ次何を話すかっていうと、やっぱり音質ですね。はい、音質に関してはですね、低音の量が多いっていうのがもう感想です。はい。で、他ですね、高音域に関してはちょっと荒いっていうところが正直ありますので、まあ、すごくクリアで解像感が高いっていうタイプの音質ではないです。まあ、例えばワークアウト中に使うとか、このサブのイヤホンとして使うとか、あと初めてのワイヤレスイヤホンとして使ってみるっていうのはありかと思います。ちなみにアプリについてなんですけども、こちら Android の場合ですね、リアルミーリンクっていうアプリがあります。はい、こちらがですね、アプリになるんですけど、非常にシンプルです。はい、モードの選択があるんですけども、一応ゲームモードオンオフがあります。で、その他はこちらですね、ボタン設定のカスタマイズができるというところです。2回タップで再生停止、3回タップで次のトラック。長押しは操作が割り当てられていないですが、音声アシスタントも割り当てることができます。左右それぞれに割り当てができますので、まあ、カスタマイズしていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。一応シンプルな操作のカスタマイズができるっていうところと、あとはゲームモードのオンオフがあります。このゲームモードをタップすると、車のエンジンがかかった時の音が鳴るんですよね。で、ゲームモードに入ります。で、ゲームモードオンにした時にこの遅延がかなり減りますので、まあ、動画を視聴したりとかゲームをするっていう時に使えると思います。なので、この価格帯でしっかりとゲームモード、まあ、低遅延のモードが入ってるっていうところはいいと思います。あと通話性能をチェックしてみたので聞いてみてください。こんな感じ。はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちらはリアルミーバッツ Q で音声を収録してます。
マイクの品質はいかがでしょうか。こんな感じになります。はい、ということで通話性能はこんな形になります。まあ、すごくクリアとは言えないですけども、まあ、この価格帯のイヤホンとしてはまあ平均的な通話性能かなと思います。でバッテリー持ちに関してですね、まずこちらのイヤホン単体で、音楽再生がですね約 4.5 時間となってます。こちらのケース併用することで最大約20時間のバッテリー持ちとなってます。はい、なのでバッテリー持ちとしてはそんなに長くはないかなっていう印象ですね。あとワイヤレス充電はついていないです。というところでまとめになるんですけども、いいところと気になるところ最後にちょっとお話ししていきます。まずこのイヤホンのいいところはですね、今普通にこのねずっとイヤホンつけて喋ってましたけど、フィット感がすごい自然で、イヤホンの本体がめっちゃ軽いっていうところですね。これまでレビューをしたイヤホンの中でも最軽量クラスに軽いと思います。まあ、軽いってことは装着していても疲れがないんですよね。なので、まあ、自然に長くつけていることができるというところです。ただこのイヤホンのデザイン性が可愛いところとか、フィット感はすごく良かったので、まあ、デザイン性とフィット感っていうところは評価できると思います。であとコンパクトさですね。まあ、イヤホン自体もすごく小さいですけど、ケースもこんな感じでかなり小さい部類のケースに入りますので、まあ、ポケットの中に入れて持ち歩きとかをしてもかさばらないっていうコンパクトさですね。そこはすごくいいと思います。これまで見た中でも最小クラスに小さいケースです。であといいところは低遅延モード、まあ、ゲームモードが入ってますので、まあ、遅延少なくゲームをしたりとか動画を見たりとかできますよっていうところ。であとこちら IPX4 の防水になってますので、この運動中とかに使うことができますよというところです。であと最後、ね、価格ですね。まあ、こちらの価格がですね、今 Amazon で見ると、まあ、3000切ってるんですよね。あと楽天のショップの方だと3000円超えてるんですけども、まあ、割引のコードとかキャンペーンコードとかを使うとさらに安くなりますので、ほんと3000円前後っていう価格帯で買えるというところです。なのでその価格の安さっていうところがまあ最大の魅力かなと思います。でその上でちょっと気になるところとしては、音質なんですけども、低音はすごいパワフルではあるんですが、高音域の解像感っていうのは高くないよっていうところ。であとはね、ケーブルがちょっとマイクロ USB なんですよね。なので、最近はもうマイクロ USB を使う機会もほとんどなくなってまして、このデスクの周りにマイクロ USB がないので、まあ、さっきの専用ケーブルを使って充電するっていう必要があるというところです。はい、そこがちょっと気になるかな。あとアプリの対応が Android のみとなってますので、iPhone で使う場合はこの操作のカスタマイズっていうところができないということになります。ただこの iPhone で接続して音楽を聴くっていうことはできます。はい。あとゲームモードも長押しでオンにはできますので、各機能は使えるけどカスタマイズが iPhone だとできないというところです。はい、ということで、今日はですね、まあ、リアルミーバッツ Q っていうね、これまで紹介した中でも最も、価格が安い、イヤホンをですね、レビューしてきました。まあ、どうしてもね、価格が安いっていうことは、まあ、それなりにコストをカットしてる部分もありますので、まあ、ハイエンドのイヤホンとか1万円以上のイヤホンと比べてしまうと、どうしても見劣りする部分があるんですけども、まあ、基本的に最初から入っている、まあ、機能自体はね、普通に使えるものになってますので、約3000円という価格帯で音楽を聴くとか、通話をするとか、ゲームをする、動画を見るっていう使い方はできるイヤホンになってます。まあ、とにかくもう安くですね、3000円前後ぐらいでイヤホンを探してたんだよっていう方はぜひ参考にしてみてください。ということで、今日は以上になります。この動画良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。